ジャッジアイズ死神の遺言、続きやっていきます。前回は何したんだっけ。なんかキャバクラ行ってカジノで大負けしたぐらいしか覚えてないな。あ、そうだ、そのカジノで刑事の綾部と出会って捜査資料もらったんだよね。で、捜査資料からモグラ事件の2人目の被害者国村が確か、こんばんワイフっていう風俗店に行ってたから、まあそこに行って聞き込みをしようっていう話だね、今回は。って感じですよ。で、行く前に評価レベルが確か5になってたはずだから、なんか増えてんじゃねえかなっていう。増えてる。部下を探してください。うわ、報酬10万。やるやる。田中冬彦と言います。人探しお願いしたいんですが、お話を聞いていただけませんでしょうか。M サイドカフェでお待ちしてますので、黒のジャケットに紫のシャツを着てきます。結構、いかちいな。ちょっとこっちをやろうよ。ちょっとサブクエがあったらサブクエ優先してやろうかなって思ってます。できれば1周目で全部やりたい気持ち。ある。 M サイドカフェの、うわあ、イカチー。あの、はい、八神さんですね。田中冬彦と言います。なんか名前だけですげえおじいちゃんかと思ってたわ。人探しということでしたが、私の可愛い部下を探してほしいんです。森宮あさみという女性なんですが、先週から会社に来なくなってしまいまして、田中さんの方で探したりしましたが、ただ彼女の知り合いも何も知らないようで自宅にもいませんでした。親御さんも知らないみたいで。ちなみに何か心当たりありますか。実は彼女ストーカーの被害に遭っていたようで、何度か相談されたことがあるんです。これどっちかな。依頼人の田中が実はストーカーみたいな、そういうパターンなんじゃないの。付き合いのある業者の男性から言い寄られて困っていると。ですがその取引相手はうちのお得意様で、私は立場上クレームを入れるわけにもいかず、うん、そうこうしているうちにある日突然会社に来なくなってしまったんです。ちなみにそのストーカーをしていたという男性の名前や特徴は分かりますか。うん、私あの時彼女の味方をしてあげられなかったこと、とても後悔しているんです。だから直接会って謝罪したいんです。お願いします。はいはい。なるほど。何度かけても留守電なんです。メールも返信がありません。その場合現在使われておりませんが、音声ガイダンスがあるはずだもんな。だとしたらなぜ出ない。怪しい。調査始めよう。だが今回ほとんど手がかりがないが、どうしたもんか。電話番号とメアドか、から居場所が割り出せれば便利なんだが。これまあ
こういう系はつくも先生のお箱なんじゃないの。ちょっと行ってみるか。つくもしなあ、今ちょっといいか。今人探ししてんだけどさ、協力してくれないか。携帯番号やメアドも分かってる。ん？用事？またまた配達やらされる。それはいいですね。昭和通りのポッポにある。ん？よろしく。ラブスタ DVD ボックスボリューム1。 OK。 ああ。昭和通り、昭和通りがもし仲良くしてないコンビニ店員だったらありがたいよね。昭和通り、ここか、ここか。まだ金握らせてないかも。これチャンスだね。はい、やってきました。いらっしゃいませ。あの、ありがとうございました。荷物受け取ったよ。OK。 いらっしゃいませ。でハグクームを買います。でかすぎ。やったね。ありがとうございました。どうぞーす。まあ今回でね10万もらえるから全然安いもんよな。うもし持ってきたよなあ。すぐに見つかった。やるねえ。ねえ、七福通り東にあるポッポでアルバイトしてるようで。え？またポッポかよ。私服通り？ここだ。ちょうど行ってなかったとこだ。だ、ついでに渡せるわ。ゼーマン。フレンドにもなれる。ありがてえ。おかな？つくもによるとここに森宮さんがいるらしい。探してみるか。これか。その前にいらっしゃいませ。友達なんとっか。野々村聡太。ん？はい。はい。もう貧乏だった頃とはもう大違いだね。どうぞーす。ありがとうございました。やったね。
あの、もしかして森宮真美さんでしょうか。あなたは田中冬彦さんからの依頼であんたを探していました。田中部長から連絡が取れないと心配されていましたよ。そういえば電話番号もメアドも変えて連絡していませんでした。おかしいですね。ええ、ストーカーに知られちゃいましたからつい最近新しい連絡先に変えたんです。その新しい連絡先は誰かに教えましたか。ほらやっぱりそうじゃない。田中部長怒ってませんでした。私突然会社を辞めちゃったから。あの、田中さんにあんたのこと報告して構いませんか。いいんだ。怪しいけどな。ご協力ありがとうございます。田中部長以外には教えないでくださいね。ストーカーに伝わったら大変ですから。はい、とりあえず田中さんに連絡を取ってみるか。もしもし。はい、森宮さん見つかりましたよ。あのと何度も電話してるんですがずっと留守電だし。うん、うん、無視なら出てほしいですよ。まったく、なんか興奮してる。詳しく会ってご挨拶を報告します。 M サイドカフェにいます。だ、何かが引っかかる。で、クエスチョンマークだ。これタクかかんの。どうしよう。田中さん、でもどうしようね。明らか怪しいもんな。でも10万欲しいのよな。どこにいたんですか。いや、どうしようね。まあ探偵としての仕事だったらちゃんと報告した方がいいんだろうけど、明らか怪しいもんな。でも10万欲しいのよな。10万欲しいのよ。はい、働かれてましたよ。ありがとうございました。お金は後で振り込んでおきます。お願いします。また何かあればいつでもどうぞ。今回は楽な依頼だったな。むむ。もしもし。誰ですか。田中と申します。あれ、え、あらららら、はい、あれれれれ、どういうことだってばよ。まさか30代くらいで長めの黒髪の男じゃないですか。
確かにそうですが、大変だ。まあそうだわな。え？取引先の男で稲本ストーカーまがいのことして、ああなるほどね。今どこに？なんてこったい。お金欲しさにお金欲しさに行っちまったい。ちくしょう。10万に釣られた。くしゃ。やられた。おーい。大丈夫か。待ち構えてる。や。やっと見つけたよ。どうして？うわ気持ち悪い。ちょ待てよ。あ言ってる。ちゃんと言ってる。ちょ待てよ。怖いね。痛くなれ。わー怖い。わー、まったくね。まったく。ちょっと散らかしてごめんなさいね。アサミマイだっけ。あの、助けていただいてありがとうございました。ですよ。はいどうぞ。どうするつもりですか？あらららららら、ちょっとちょっと、お金は？え、10万もらえてないよね。うわぁ、10万もらえる想定で俺家具クームいっぱい買ってたのにおいおい話がちげえじゃん。やられた。
マジかよ。報酬もらえなかったし、今晩ワイフでしっぽり決めるしかないわな。ここらへんか。あーちょっと、あーよかった逃げれた、ありがとう。こんばんワイフ。国村って男はこの店に来てた。本番恋禁止ね。ロータリー、デイブ、電池、トースト、ロンティー、コスプレ、オマリー、噴射、ゴッツン、アフロ。はあ。あ、対策してるちゃんと、ありがとう。いらっしゃいませ。ご指名ありますか。ん、ああご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん当店は初めて。じゃあ先にコース決めましょうか。コース、それにオプション。オプション、オプション、それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。たけ10万あったらな。たっけーの言ったけど、まあでも話すだけだしな。まあ安く済ましとこ。35分で。35分コース。まあ初心者だからね。はい。いやでも初心者だからこそ本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあでも別にお客さんの自由ですから、正解も間違いもないから安心してください。ご指名はどうしましょう。今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。まあ、かなえちゃんよな。かなえちゃんを。かなえちゃんですね。そんな名前だったか。確かそんな名前だったはず。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。かなえちゃんでいいよな。ああかなえちゃんで。かしこまりました。それじゃオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと。そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ、目隠しプレイが NG でして。目隠し。彼女はその目を隠すとか、ちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。はーい。けなげに待ってんだ。どうぞ。あれ、かなえちゃん。は、羽村の。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。へえ。なんてな。
教令会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろう。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。うわ、しっかり入れた。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。ああ、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。カナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。ケンゴ嫌なやつになったな。最初挨拶してくれた時はいい感じだったのに。八神だ。親さんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやさんとこの頭と厄介事があってね、間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ、お前が来るまで待ってるわ。分かった。やられたね、キムタク。てかあれだな、ハムラ出れば出るほどピエール滝で見たかったなって気持ちになるな。マジで見たかったな、ピエール滝での演技。ちょっと体力減ってるからここがまだフレンドになってないんだよね。なっちゃおうかなって。いらっしゃいませ。ワイドチキンバーガーうまそう。いいなこれ、食べちゃおう。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。あ、どうした。どうした。店長、猪瀬かな。猪瀬武雄。当チェーンの改善のためにどうしてもお客様からご意見をいただきたくて。お願いします。いい声してたな。この店長焦り方が尋常じゃないな。話を聞いてみるか。聞いてやる。店舗の改善に役立たせていただきます。はい。ねえ、ライバル店のベッテキッチンに押されて売り上げが落ちる一方でして、ついに先ほど目標達成できないとうちの店を閉店にするという連絡来たんです。そりゃ焦っちゃうね。俺にどんな意見を聞きたいんです。はい。不満な点についてご意見いただければと。不
マンのある人に聞いた方がいいんじゃないですか。商品に対する意見といえば、前につぶやき検索で商品の感想をつぶやいている人がいたな。急な話でだいぶ参ってるようだし、心当たりもあるから少しだけ手伝ってあげるか。閉店に追い込まれるほど不評なら SNS で不満言ってるやつがいるかもしれない。知り合いに頼んで意見集めてみましょうか。福もし今回大活躍だね。なあ、ちょっといいですか。店の評判について調べたいんだけど、あれ使わせてもらえないかな。お任せあれ。つぶやき検索だけだったらもうキムタクでもできると思うけどな。ワイルドジャクソンで検索。検索の対象の期間は1ヶ月ぐらいかな。承知しました。ワイルドジャクソンの評判はどうなんですか。もっと絞った方がいいですな。どうやら売り上げがあんまり良くないらしいんだ。今表示されているつぶやきなんかから気になる言葉でさらに絞ってみるか。気になるつぶやきは、新メニューかな多分。だいぶ長い間新しい新商品が出てないようですな。確かにさっき食べた時少なかったもんな。商品がアボカドとチキンと普通のバーガーの3種類しかなかった気がする。見えてきましたぞ。ありがとう。おーい、ええ、わかりましたよ。ワイルドジャクソンで最近新メニュー出してないでしょ。最後に出たのはだいぶ前な気がします。それはありえます。早速根拠になりそうな情報を揃えて本社に報告します。矢神です。いいね。なんかさ、昔もう一つのハンバーガー店話し合ったよな。時間経ったらまた話してちょうだいみたいな。こいつ別手基地の古谷さん、先日はコラボに関する良案ありがとうございました。さようなったんだ。やったね。ただ問題がありまして、コラボ先の店がなかなか決まらなくて。ここでいいんじゃねえの。スマイルバーガーはフレンドいないもんな。ここにもあるんだ、ワイルドジャクソン。ワイルドジャクソン意外と店出してんじゃん。スマイルバーガー、ここもなんかいるんだな。さん、新メニュー思いつかなくて、出てくるアイデアどれもこれも似たものばかり。
すが別邸キッチンはライバルだったんですね。それなら、あ、ここで出るんだ。コラボしたら？別邸キッチンの企画担当の人がライバル店とのコラボ先探してたんです。ええ。ちょうど社内で企画コンペみたいなことをしたみたいで採用されたらしいんです。ただなかなかコラボしてくれる店舗が見つからないって嘆いていましたよ。新メニュー出してみたらどうでしょう。ん？あららららこれであっちに話しかけてみたらどうなる。あー強そうな人もいる。痛い。これ早く倒さないと。ああよかった。時間食っちゃったよ。時間かかると警察来るって話だったからな。いいコラボ先は見つかりましたか。あれまだ話は進んでないんだな。もうちょっと先でか。これまだだもんね。でちょっともう減らされちゃったからご飯食べようよ。いらっしゃいませ。まあどこも行っちゃおう。さすがにマックスじゃねえんだ。さ、行くか。ありがとう。ヤガミさん。またありがとうな。日本語慣れてきた？小さくなれた。よくあること。またね。ありがとう。牛丼屋を普通に食べれば。いい感じっぽいな。じゃあ松金組に行きますか。だいぶ寄り道だったな。おやさん会いに来たよ。さすがに今回は焼ニンニク食ってないから嫌な顔はされんでしょ。臭くねえから。さすがに今回大丈夫でしょう。こんにちは。まあ、座れよ。
いきなりだがよ、タボ。結論から言うぞ。ん？お前が羽村と何か揉めたとしても、俺がしてやれることは何もねえ。あら。なんだよ、おやっさん。ちょっと待ってくれ。話も聞いてくれないのか。話聞いたって時間の無駄だからな。羽村は組の稼ぎ頭でよ。今の俺はその小遣いで細々やってる。ただの飾りだ。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く。だがそれが羽村の指示と勝ち合った時にはどうだろうな。多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。どうしたんだ、おやさん。いつからそんな。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよ、おやさん。それでも怪盗がいりゃここまで羽村が力持つことはなかった。まだ話の途中だ。いや、今終わった。羽村の頭から八神さんに伝言です。ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。そうか、気が向いたら行くよ。あまりうちの頭を怒らせんなよ。あれ、てめえも目えぐられんぞ。もうどういう情緒してんの、言語は。情緒がわからん。まあ羽村の頭へと行かないと怒られるんだけど、あ、まあ時間的にこの辺にしとこうかな今回は。おこんちは。まあ次回は、うわ嫌なやつ。まあ次回は、まあ、羽村の話するためにキッスアルプスに行きましょうよって感じね。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。